田中茂実のる3月28日から2020年5月11日、武道家、東京出身。1949年、拓殖大学卒業。年少の頃より、重剣道を修行。戦後、合気道改組、上芝森平王、上芝騎士小丸二代目道主、塩田豪造より、合気道を、鹿島神奈第十八世宗家、国道幸師範より、 鹿島カンナを学ぶ。1954年、東京大学合気道部を創設し、師範となるほか、中央大学、泉州大学、富山大学、金沢大学、日本国有鉄道本社、並びに、中央鉄道学園にて、合気道の師範となる。1961年、全日本学生合気道連盟発足に携わり、講師に就任する。 1973年、合気道八段位。明治神宮武道場姿勢間設立に尽力し、同武道場に奉職。1993年、体育功労者文部大臣表彰受賞、秋の叙勲で木拝玉物与え。姿勢間館長退任、合気道九段くらい、名誉館長に就任。1999年、武道通事諸外国との交流親善の行により、 外務大臣表彰受賞。毎年海外の指導、遠征は数多く、韓国、カナダ、ドイツ、イングランド、東南アジアその他に招請されている。生前、明治神宮武道上司政官を中心とした相機道の指導に精力的に取り組んでいた。ありがとうございます。